皆さんおはようございます。私はこのね磯田康雄ですね。71に今年になります。66歳の時に外国大学行きまして英語の勉強会し、69歳では英検級合格で、現在はまああのね、もう年金生活者なんで、あの社会貢献ということでこの動画を作って皆さんと一緒にこう英語力アップということでやっております。でそのためにいろいろな企画やってるんですけども、まあ、全て私のボランティアでね、はい、自腹切ってこんなことを作ってるわけです。おかげさんで、まあ、それやったら私も協力しようという方が何人も出てこられまして、ありがたい話ですよね。でボランティアの先生が集まってきて、いろんなこう企画ができるようになったわけですよね。で昨日ねその先生方の紹介ちょっとさせてもらったんです。でも最近ね新しく入ってこられた方多いので、まあ、どういう風になってんのここはよくわかんないんだけどという言われてますけど、まあ、安心してください。全員ボランティアでもう無償でやってますのでね、どの企画に参加されても全く自由に無料でできます。また個人相談もやってますのでね、ぜひその前に動画登録とメルマガ登録が必要です。それがあれば、全部の企画に参加し無料で自由に参加してくることができますのでね、ということでやっております。で、まあ正直言いましてね、完全ボランティアでやってるから もちろん一銭も払ってないボランティアの先生、もちろん当たり前の話やねんけども、もしあれをね金額払ってやったとしたら相当の金額払わないとダメですよ。あの人たちもし本当に雇うんだったらね、ドクターにしろ、ニュージーランドのまっちゃんにしろ、竹川先生にしろね、まあ、ほんまにそしたら今度は逆にこう参加する人からかなりの金額取らなあかんよね。だから、まあ、例えば半年で20万とか30万とかそれぐらい取らないことには到底維持できないよね。でまあ そういうことは一切しないでやっております。でまた私がこういう人間やから協力しようって言ってこられてやってるわけですからね、まあ、幸いそれでこれが維持できてるということで、ですから今日この動画をねもし偶然発見したと、今日来たっていうあラッキーですね、あなたねラッキーですよ。こんなチャンネル他絶対探してもないからね、どこ探してもないからね、こんなチャンネル。ほんもラッキーですよね、来られた方はね。まあ、そういうことで、やってることをいいねと思ったらいいねつけていただいたらね、皆さんやる気湧いてきます。ボランティアで作ってるわけなんだからね。そういうのが一番嬉しいわけですよ。金いらないからね、あなたのやる気が欲しいと言ってるだけのことなんだから。まあ、そういうことで、このチャンネル作ってるんですけど、昨日はね、実はね、あれですよ、4月2日、大阪でオフ会やりますね。で4月9日東京でのオフ会になってます。で、まあ、4月、2日の大阪の方の担当ね、私が担当ということで、東京の方はね会員さんに頼んである若い女性がいてますので、その方東京在住でね、まあ、独身やからああいうとこ世界詳しいでしょ、大体独身の若い女の子ってなんか料理とか店とかよく知ってるからねそれで頼んであります。で、まあ、大阪の方は私が担当してやってるということなんですけれども、昨日いろいろな店を見てきましたので、ということでちょっとだけ動画少しだけありますけど、ちょっとだけ見てください。はい、よく淀屋橋の駅コーナーですね。もうすぐ。ようやく淀屋橋から市役所のところに出てきましたね。ここが北新地ですよね。ここはもう店いっぱい山盛りあんねんけど、どれがいいかそんなの分からんね。ここは大丸の14階ですね。というわけでね、動画作ったんだけれども、まああんまり大した動画じゃなくて、それだけやってられなかったんでね。でまあいろいろ考えたんだけどね、まあまあ、子供連れの子とかも来るし、地方からも来る方が多いということから考えて、まあホテルバイキングで、行って、その後、まあ、ちょっとどっか行ったらいいんじゃないかなっていう、そういう感じでね、行ってみようかなと思って、ちょっとピックアップしたのがありますので、見てますか。はい、これ新阪急ホテルなんですよね。うん、でまあこんなんで、4000円、まあ子供は半額らしいですけれども、
こういう感じですよね。でまあこれやったら梅田から近いし、まあ一応ここで食事して、まあ終わってからはまああとは自由なんだけれども、まあ一応せっかく大阪へ来ていただいてる人も多いので、まあ4月2日でしたらね、大阪城公園の桜が一番綺麗から、まあ大阪城を見学して桜見に行くっていうそのパターンがいいかなっていうふうに思ってます。というわけで、まあこれ阪神ホテルかななんですけれども、まあ他にもあるんですけど、まああと 2,3 当たってみて、それぞれマシだなと思われるのは、まあ梅田近辺でねやって、それからあとまあ一応ね食事が終わったらせっかく出てきておられるんですし、4月2日になったら気候が良くて桜ですからね、大阪城へ案内しようかなと思ってます。大阪城はね、桜綺麗なんですよ。でまあね、大阪城見学して、であともしご希望でしたら、あれやねなんちゃらいうやつ、アベノハルカスで展望する、うん、でまああとはね、ユニバーサルスタジオジャパンとかあるけど、まあちょっとねこの年ではもうそのユニバーサルスタジオジャパン行ってもしゃあないし、あとはまあ海遊館とかいろいろありますけど、まあそれはまあ皆さんと話してね決めりゃいいことだと思ってますので、まあそんな企画をやっております。ということでまたどうぞ。